はい、こんにちは、レトスのおのです。本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。先日開講した短期集中実力アップ講座は、明日5月20日までが最安値価格となっております。短期講座では、短期間で実力を上げる時短を目的とした講座となっています。実際、7月から卓研の勉強を始めて、一発合格した方も複数名いらっしゃいます。今はまだ5月です。今からでも勉強の仕方を変えることができれば、 十分今年の合格も可能です。一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう。あなたの事故をお待ちしております。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL を貼っときますので、そちらからぜひご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。A が B に対して100万円の金銭債権を有し、B が A に対して100万円の動詞の債権を有する場合について、 A の債権が時効によって消滅した場合、A は B に対して総裁をすることができない、丸か罰かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、ツですね。総裁することができる場合もあります。なので、誤りです。時効によって消滅した債権であっても、時効の完成前に総裁適場であれば、 再建者を総裁することができるんですね。まあ、このあたりは基本事項なんですけれども、丸暗記の方が多いです。え、しっかり理解しておかないと、本試験の応用問題で失点してしまいますので、え、しっかり理解しておきましょう。で、受講者様は、え、テキストの P74 ページ、え、ご覧ください。え、このページに、え、考え方が、え、載ってますので、え、その考え方をちゃんと頭に入れていただければと思います。え、理解学習が合格への道です。しっかり理解しておきましょう。 で、問いにですね、A が借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、不特定多数のものに反復継続して売却する場合、A は免許を受ける必要はない、○か×かという問題です。これは、えー、×ですね、免許を受ける必要があります。A は宅地を不特定多数のものに反復継続して売却をしています。これは宅地建物取引業を行っているってことですよね。 よって A は免許が必要です。今回の問題文にある借金の返済に充てるためという目的、これについては何の関係もないんですね。目的は関係なくて、宅建業を行っていれば目的に関係なく免許が必要なんですね。免許が必要かどうかの問題については、どんな引っ掛け問題が出たとしても解けるようにしましょう。そのためには解き方、これをですね、理解する必要があります。解き方を覚える必要があります。 その解き方については短期講座でお伝えいたします。で、え、問いさんです。市町村長は地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届け出があった場合には、届け出をした者に対して、届出に係る行為に関し、設計の変更、その他の必要な措置を取ることを勧告することができる。丸かつかという問題です。答えは、正しいですね。 地区整備計画が定められている地区計画の区域内で土地の区画形質の変更や建物の建築などを行う場合え、着手する日の30日前までに市町村長に届け出が必要ですよね。そして届け出内容が地区計画に適合しないときは、市町村長は変更だったりとか、まあ、その他必要な措置を取るよう勧告することができます。 ま、よって正しいということですね。まあ、前半部分は、ま、これまで勉強した内容で、まあ、後半部分については、ま、少し考えてみたら当然だなって思いますよね。届け出内容が計画に適合しないわけなので、まあ、適合するようにしてくださいって勧告すると、まあ、いうことですね。まあ、それほど難しい内容ではないと思います。そして、はじめにもお伝えをした通り、先日開講した短期集中実話カップ講座は、明日5月20日までが最安値価格となっております。 短期講座では短期間で実力を上げる時短を目的とした講座となっています。実際7月から卓研の勉強を始めて一発合格した方も複数名いらっしゃいます。今はまだ5月です。今からでも勉強の仕方を変えることができれば十分今年合格することが可能なので一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう。短期講座のお申し込みはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでそちらからぜひお申し込みください。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。